ども、安岡ティメンスです。そして、カズプロ。どうも。本日はですね、はい、ちょっと久しぶりですね、グレン・オークスカントリークラブさんに来させていただいております。今日はね、まあ、二人でラウンドというわけでも実はなくて。あ、そうなの？うん、ちょっとね、僕、かねてから、うん、実はね、新メンバー、お？候補。マジ？うん、探してたんですよ、これ。うん。俺なんか新メンバーとかって、まあ、なんかメンバーが増えたりとかってあんまりないのかなって勝手に思ってたから。ない。俺はかなりでもそこ、なんか、ハードル高いと思う。そうだよね。うん、そうだよね。なんだけど、まあでも、ちょっとあくまで候補って感じなんですけど、はいはい、今日なんとね、はい、来ていただいてるんですよ。ほう。もう早速お呼びしましょう。はい。皆さん性別をまずイメージしてください。どっちですか？当たるかな？どうぞ。あれれ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 れ大外れ大外れでしょ多分みんな大外れでしょえあのヤスが、うん、女子あんな男臭いチャンネルが、ね、まあまあちょっとねその男臭さが先行しすぎてるっていうのがあるんで、うんるね、ちょっと女性を入れて、はいはい、あの緩和したいなって思いはずっとあったんですけど、うん、僕女の子してる子苦手なんですよううん、これもう結構言うんで別に大丈夫だと思うんですけど、うん、でね今女の子してないわけじゃないんですけどいやもうなんか喋ってないしあれもう見た目だけだと可愛いし可愛らしい女の子、ね、女の子しか見えないよ、うん、そうねちょっとまあ紹介します、うん、里井ちゃんですお願いします里井ね里井です里井、うんはい。ね、本名だもんね。はい。里井、ね。珍しいお名前なんですけど、はい、下の名前ですよ、里井ちゃんね。はい。で、彼女はですね、まあ僕、知り合ったのは、このバンデルさんのちょっと関係で、ね、僕もよく来させていただいて、ほうほうほうはい、ね。サポートしていただいてるんですけれど、ちょっと出会いまして、うんはい、まあ何してる子なのかな、みたいな。ほうほうまあ確かにね、うん。何してると思います想像してください。正解言います。野球してます。なんだとなんだと外れただろう。なんだよ、ね。外れたでしょ。クリケットかと思ったよ。いや、クリケット、ラクロス、ね。うん、野球です。なんだ、うん、なんとね、小学校1年生ぐらいから、はい、高校ぐらいまで、もうずっと、まあ、今もね、変な話、やってると、はいはい。野球、もう野球女子なんですよ。はい、で、まあ、インスタグラムね、ぜひね、ちょっと、この辺に載せますんで、はい、インスタグラムもね、今、7万人、8万人ぐらいいて、うん、すごい、有名な、うん、野球女子。有名な女子だ。ね、な野球女子で有名なの。そんな、もう、可愛くて有名でしょ。可愛くて。あ、普通にその普通に、そうでしょ。インスタグラマー的な。そうじゃないの、うん、わかんないで。で、ゴルフやるってんで、で、はい、野球ね、そんだけやってたんだから、ポテンシャル、うんエレーんじゃねえかと思って。エレーだろうな。そう。で、結構、まあ、ね、ポテンシャル。で、ずっと体育会系。はいはいはい、はい。ね。結構もうこの辺安好みなんですよ。おう、もう、で、このなんか、見た目の感じで、結構ね、そのまあ、ほんと体育会系な雰囲気があるんで、まあ、ちょっと皆さんにこれね、まあ僕はあくまでこれ、新メンバー、カッコ仮という状態でちょっと連れてこさせていただいて、うん、で、まあ、ぜひね、僕は入ってほしいなと思ってるんですけど、はい、でもね、そこまでまだ深く知らないですし、なるほどね、はい、皆さんに僕と一緒にちょっと、里井ちゃんを知っていただいて、はい、これは安ゴル入っていいよと、入ってくれってみんなが言ってくれるのか、ね、いや、安やめた方がいいぞと、ね、なるのか、これちょっとしばらくね、まあ、今年いっぱいぐらいかけて、あちょっと審査していく。審査していく。と同時にね、まあ、ゴルフの方で、うん、いや、ベストスコアは91です。91でしょ、はい、まあ、赤から女性なんでね、やってるんですけど、まあ、でも、うまいっすよね。うまい、うん、え、アベレージはどれぐらいのイメージ？アベレージは100ぐらいですね。100ぐらい、はい、100前後、まあ、100は切りたいかなぐらいな感じでやってるということで、はい、これもうね、まあ、ゴルフの方もやっぱ赤からまずね、70代出してほしいんだよね。確かに、うん。で、僕ら安ゴル TV ね、いろんなプロいますから、はい、そういう人たちにちょっと教えてもらいつつね、100切るかなぐらいの人とかって、安ゴルの見てる、最近女性視聴者さんね、すごい増えていただいてるんですよ。うんうん、だから、そういう方、ぜひね、ちょっと自分と重ね合わせて見やすいんじゃないかとか。なるほど。うん、そんな思いながら、ラウンド動画と、まあ、レッスンとかもね、今後やってもらえればなと思ってるんですけど、うん、っていう感じで、ちょっと考えておりますんでね。ゆくゆくはね、もしこれメンバーで認められたら、うん、これはもう完全に、やっぱ、
ちょっとね、試合とかも出ていってほしい。まあまあ、みたいに思ってる。そんな感じの構想でございます。なるほど。安黒 TV はね、皆さんと共に作り上げていくチャンネルですから、そんな感じで私の考えをお伝えしたところでですね、里井ちゃんからちょっと、一言ね。一言。うん。まあ、この安黒 TV の撮影に臨むにあたり、はい。どんな気持ちで、やっていくのか。はい。そんなところちょっと皆さんに一言ね、言っていただけたら。はい。お願いします。はい、改めまして里井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ゴルフはね、まだポンコツなんですけれども、安黒 TV さん全体を盛り上げれるように、新しい風を吹かせれるように頑張っていきたいと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いします。お願いします。します。まあ、ね、細かなことはね、今後ちょっとずつね、動画でまあいろいろ聞きながらね、皆さんに知ってもらえたらと。思いますんで、まあ、今日はちょっと、まあ、お披露目、うん、お披露目ラウンドってことで、うん、なんとかね、ちょっと100切りたいな、みたいな感じで、うん、グレーンオックス難しいですから。そうですね。うん、やっていくということで、まあ、僕とカズプロもね、まあ、楽しくラウンドしながら。まあ、そうですね。はい。うん。わかりました。ちょっとで、まあ、カズプロはね、やっぱマネジメント。そうですね。うん。かなりやっぱり、アマチュア向けのね、考え方すごく、はい、教えるの上手だと思うんで、いえいえ、はい、まあ今日はね、はじめましてなんで、ちょっとその辺から。まあ厳しくね。うん。審査していければ。うん、審査。そうだね。いや、まあでもそうよ。そうですよね。うん、そうです、はい、そういうこと。もちろんです。うん。なんでね。はい。そんな感じでやっていきたいと思いますんで、はい。ぜひ最後までご覧ください。はい、よろしくお願いします。お願いします。10番ホールパー4、411ヤード。さあ。ということでね。やっていきましょうか。里井氏を迎えてのファーストラウンドですよ。はい。里井氏。はい、うん。ちょっと呼び方はおよい、固めていきましょう。固めていきましょう。うん、長いから。長いから。名前、はい、名前長いの？長いです。何？なんか呼び方がね。あ、そう、里井ってちょっとなんか、あれじゃない。里井、ああ、そういうことか。2文字じゃないですか。うん。いや、そう、まあ、それは知らんけどね。どういうこと？どういうこと？俺、本名、和正だよ。安彦なんだよ。だよね、4文字だよ。4文字だよ。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。ナイス、ちょっと左。ちょっと左行った。あ、大丈夫じゃないですか。カートの右ぐらい。ありがとう。安彦ナイス。ありがとう。お願いします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 。もうちょっと。大丈夫。右ラフ。オッケー。オッケー。ああ、危ねえ。緊張した。女子が。名前長いと言うから。男みたいなもんですけど。これね。里井氏と多分長くいてくると分かると思うんだけど、はい、男みたいだから、はい、男よりも男。やす君もまだ2回しか会ってない。まあ、俺は長くないんだけど、俺はでももう最初初見で確信した。男だった。この子は男だ。確かに。そうなんだ。はい、男だって思ってきた時から、うん、ああこの子は安五郎に出てもらえるかもしれないって思い始めて、うんうんうん、なかなか珍しいですもんね、そうやって安五郎。そう。ボタンないです、すいません。嘘。嘘でしょ、嘘でしょ。さっきつけてた。落ちないですよ。リモコンつけてた。あります、でも。里石がいて。里石に手回してるみたいな。うん、確かにね。エッチい感じに。エッチい感じ。ちょっとやって。エッチい感じって言うんですか？エッチい感じはエロいから。うん。うわ、緊張する。いいよ、いいよ。楽に行こうぜ。はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。記念すべき1打目。いや、そう、いや、いや、そう。俺らもそう思ってるから。うん。行きます。はい。オッケー、うまいのよ。よし。オッケー、オッケー。いいとこ、ナイス。お願いします。ナイス。イエーイ。いや、もうこれを乗り越えたらもう簡単よ。そんな緊張してる感ないもん。うん。いや、知ってますよ。ちょっとオープニング聞いたかもしんないんだけど、里井氏のベスト。はい。ベストだから赤から、赤から91ってことにしようよ。はい。うん、うん、そうでしょ。里井氏のベスト。はい。でも赤から今後、ね、70代を目指していくわけじゃん。はい、現状どんなもんなのかっていうことで、はい、ベストスコア何でしたっけ？91です。91。はい。いい具合だね。うん、いい具合だ。いけるよ。
で、あのドライバーショット見る限りね。ああ、いや、いけるよ。リスト71かと思ったよ。救済します。はい、どうぞ。180あんだけど。マジ？あ、ピン置くか。すいません、ちょっと大体でやりました。ちょっと大丈夫かな、今の。昨日リシャクとして。お初打ちの6ユー。何にしたんですか？え、やっぱりね、ユーティリティはアッタス MB なんですよ。最高っす。うん。ちょっとライガーあれですけど、やってみます。お願いします。そんなあったっけ？あるよ、ある。浮いてたな。まあまあ、レイアップということで。ちょっと、まだこいつのポテンシャルは測りきれない。まあ結構傾斜も強かったですもんね。うん、里石めっちゃ飛んでんじゃん。あ、これか。これか。あれかと思った。159。170。はい。1番目。はい。1当たります。はい。宣言機。ナイスー。あーな、ちょっと流れたな。OK。159。はい。5番ユーティリティ。5ユー。ちょっとね、ラフ結構きついね。アイアンの方がいいですかね。まあでもいいんじゃない、行ってみて。OK。ちょっと左。全然大丈夫。ナイスー。アプローチですね。いや、マジパワーあんのよ。マジある。うん、まあ、ワンチャン奥。ワンチャン、オッケー。乗っていいよ。乗っていいよ。見て見て。見て。走り方マジ野球人なんだよね。野球人。野球人と書いて。乗ってよかったよ。まあ、今日はリモコンだからいいけど。なんだよ。じゃあ俺乗れよ、よかった。役割分担大事やから。役割分担大事やから。そうやっさ。はい。86。はい。58で。あ、嘘、56で。はい。もう左、あ、乗ってんじゃん、感じで。ありがとうございます。そう？ほな、いっそんか。まあ、そんな段みたいになって見えないのか。お願いします。今日は、はい、まあ、これから、はい、里石は、はい、いろんな安ごろのプロに教わっていくんだけど、まあ、そうなりますよね。今日ちょっとカズプロと初めて回るっていうことで、はい、まあ、やっぱマネージメント、はい、これをちょっと教えてあげてほしいなって思ってるんです。はい、うん、よろしくお願いします。はい、すいません、うん、もうちょい行ったかな。でもなんかこの頃のマネージメントできてましたよね。うん、ね、左やっぱね、ショットうまいんだよね。だよね。だこのアプローチいいっすよね。そう。今日ベスト更新しよう。しよう。はい、させよう。もう下がってるアプローチ苦手なんですよ。どういうこと？何が下がって、左足が。あ、その時にみんな球上げたいから上見ちゃうんですよ。はい。でも、ちょっと低く転がすイメージでこれはいいっすよ。変な話、だってボギー、全部ボギーで90だから、ボールの先を低く出すイメージ。そうそう。で、あんまりフェースは被せない方がいいです。はい。で、フェース面変えないで低く出す。イメージね。あ、58度です。はい、はい、いいよ。うまい。そう、そうすると、ボールの下にフェースが入るから、球上がるんですよ。はい、で、意外と行ってくれるんで。はい。はい、うまい、うまいね。ありがとうございます。何歳あった時より背縮んだ？え、当てるんですか？重力。重力。重力合ってんのかな、それ。負けちゃってる。負けちゃってる。パーパット。はい。15ヤード。はい。フックスラ、はい、上り、重そうだよね。重そう。ゴー。あ、めっちゃ切れんじゃん。重いし切れる。俺ボギーも怪しいぞ。いけるて。いけるか。うん、バーディーパット。おい、10歩くらいかな。10歩。うん、めっちゃめっちゃ切れんのよ。まず、こう、中台出したりとか、中台前半出したりとかに、パッドで決めなきゃいけないので、入れたいパッドなのか寄せたいパッドじゃんのかなんですよ。すっごい感覚。うん、
入れたいパートの時は読み通りでいいけど、寄せたい時はやっぱ倍読んだ方がいい。その曲がる幅も、そう。そこだけ気をつけて渡してほしいな。はい。はい。頑張ってね。惜しい。うん。OK。ナイスポジション。ナイスボギー。先行きます。いいよ。OK、OK。それだけパパッと。はい。惜しい。2メーター。はい。ボギーパット。ナイスナイスインです。ボギーありがとう。カメラもね、撮れるようにならないとね。はい、あのなんか野球では撮ってたんですけど。あ、そうかそうか。でも定点が多かったんで。あー、なるほどね。はい、結構ヤスゴルは動きながらだから。難しいですよね。うん、ナイスボギーですね。うん、ナイスパーです。ナイスボギー。あの最後のパッド前の組との距離を確認してから、うん、今読んだんですけど、ティーショットしてください。より曲がったんですよ。浅いっすね。もうちょっと深く見た方がいいってことですか。うん、やっぱこう、アマチュアラインっつって、こう機材だったら右側に外れると遠のいていっちゃうから、はい、返しのパッドが難しくなっちゃうんで、うん、寄せるパッドは多めに読んでった方が。はい。11番パー5、532ヤード。まあここはどの道ね、球を追えないから、なんとなくあの辺を、え、左行ったら追えるんだけど。もう結構あれですよ、トリッキーですよ。オッケー。高い球右はダメよ。うん、さすがにって感じ。わっしょ、これ完璧だわ。これ完璧。これ完璧。オッケー。落とす。この辺ですかね。ちょっと、新しいクラブにして、そのフェードを打ちます。あれフェード打ちいく。まあ、スクールフェードボールだよ。おー、ナイスフェード。お、いいとこじゃん。オッケーオッケー。ナイス、いいとこ。よいしょよいしょ、あざす。よいしょよいしょ。いけた。ナイスショットです。多分、終えました。あ、ほんと。はい、すごいじゃん。動体視力良さそう。確かに。でも、ヤス君の次に目いいと思います。あ、ほんと。はい、頼もしい。もう、いい人いないか。うちのおじさんたち目悪いからさ。てっぺんまでしか見えないから、ママ。これでもさ、今ボギーっしょ。うん。ボギーペースでいけば90でしょ。そう。そう。だからそこを基準に考えた方がいい。うん、確かに確かに。で、どっかでパー取れたらもうバーディーみたいなもんだから、そうそうそう。まず、やっぱ90切りを目指してるっていう感じだからさ。はい。今日切れそうっすよね。今日切れそう。早い早い早い。そんな簡単に出る。なんか、ベストスコア。今日切れそうじゃない？でも、里石は、結構なんかね、メンタル強いね、多分。強そう。だからそういう、ちょっとこういう緊張したりした方が、いい結果出そうな雰囲気は醸し出してる。知らんけど。知らんけどね。407だ、ロング。さあ、レディースは407ヤード。え？え？ドライバー5本ぐらい入ってんだけど。そう。もう使わないから抜かないと思うんですけど。なるほどね。置く場所なくて。うん。結構。メーカー音。はい。なんか、え、家とかない？家がない。家ない。疑惑出た。あれか。なんか。ギリ。ギリか。よーし、ここはね、右目かな。距離考えるとそうだね。右目狙って、バンカー上か、バンカー左。バンカー左って感じだよね。うん、バンカーいっぱい、いいね。ストライクゾーンみたいだね。表現が。うん。手低いんだよな。オッケー。完璧だ。オッケー。完璧だ。マネジメントすることあるこれ。まあ、ちょっと場面で。場面でいや、まあ、さすがにさ、そのうちミスも出るだろうからさ。ミスんなかったらナイスベストって感じ。もっとさ、仕事を増やしてくんなかな。ミスんなかったらもう、ナイスベスト。確かに、ナイスベスト。すぐ簡単に。ナイス。ありがとうございます。ナイス。嬉しい。一打一打、毎週言って。全部拍手してあげる。優しい世界だ。安ごろは。いや、この拍手がどんどん不快になっていくから。そうそうマジ不快やめて、やめてくれると思う。不快になるんですか？なってくる、なってくる。えって。うざってなってくるから。これかな。いや、攻めたね。あれは普通に2あるね。あるね。ここ結構さ、厳しいんだよね、実は。
間落ちるとそうそうそう辛そうですね。そうだからどっちもラフが傾斜があるから、うん、そうそう250ヤードぐらいなんで、はい、けどちょっと谷があるんで、はい、9番で刻みます。はい、もうナイス。いやー、すっかりドローボーラーが板についてきたね。でもさ、ドローボールにしてからさ、打球音めっちゃ良くない？うん、いいな。シンプルに当たり熱くなるもんね。あ、そうだね。お里のは。え、こんな行った？あ、それは俺か。あれ、カズと一緒？あれが俺？うん。佐藤さんはもっと行ってるでしょ。佐藤さん、右ラフかね。右ラフじゃないかな。あ、これ一つあるよ。あ、これだ。すごない？飛ぶよ。飛びすぎやない？ここに止めた方がいいね。ああ、狙う？普段だったら。いや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 。今日はコスモネジ。これ狙ったらえぐい。普段なら行きそうな、なんか今気配で。行く？200ぐらい。小川が流れてるからね。うん、あでもね、一応川はもうないんだよね。あ、ないの？うん。いや、刻みます。110まで。うん。これ1キュッパー。110。うん、100ぐらいで、はい、100ぐらいで、うん。はい。あんま攻めるとね、結構。傾斜とかリボットがえぐいから、はい、100ヤード残り1キュッパーで100ヤード刻みますと。はい、ピッチングで。ピッチング、オッケー。いいよ、めっちゃ綺麗ですね。うん、ナイスナイス、完璧じゃない。ナイスマネージメントです。いや、ナイスで、ありがとうございます。ボギー基準のマネジメントだから、やっぱ確実に自分が打てるクラブを選択していかないと。早速狙わないの？狙うよ。今日でもいい感じじゃない？はい。ね。あとやっぱ結局、ショートゲームとパターだよね。その辺を結構ね、見てあげたい。うん。やっぱそのうちあの男も呼び出せないといけないな、そしたら。ショートゲーム、パットの。いる？そんな人。うん。あの男。いる？合わせたくないんだけどさ。そんな人いる？うん。いるんだけど。やっぱあれでしょ。やっぱジュミからウッドのアプローチをしてたもん。確かに確かに確かに。それじゃあ、なんかジュミディスってない？ディスってないよ。え？ああいうのも一つ引き出して持っといた方がいいなって。そうか。うん、まあまずちょっとでも八王子行ってもらおうか。一人で。アイフォンで撮ってきたやつって。じゃあ6万円で。はい。うん、ちょっとチパちゃんじゃん。イコールダメっす。今の俺は昨日カズプロやばかったよ。チパね、うん、すごかったんだよ。もう記憶から消した。消しちゃう。あれは消した方がいいよね。だって打ってる時の記憶がないからさ、どうやって打ってんの、どうなってるのかもう分かんない。やっぱもうさ、イップスってさ、その脳の気絶とか言うじゃん。うん、だからもうチッパーでも気絶するようになっちゃったね。そう。だから気絶じゃ宇宙にいるんだよね。宇宙か。なんかタイムスリップしてんだよね。タイムスリップじゃねえわ。タイムスリップだとあれだからさ。過去に戻ってる。うん。いや、まあ未来かもしんないけど。難しいね。過去とは限らん。難しいね。微妙な距離。おさっぽ。ちょっと、さといちゃんの呼び方募集します。あ、いいんじゃない？うん、うん、確かに。で、ちょっとずつ今回の動画でいろいろこう情報を出してって、うん、みんながこうやって呼んだらいいんじゃないかっていうのをコメントください。うん。さといち、さ、い？さと、いいです。さといちゃんでしょ？むずいね。むずいよね。112、50度で。ちょっと右目。ナイスオン。おー、いってるね、ケジュ。まぁ、ちょっとね、左のショートサイドは狙いにくいですよね。うん、ギリギリ攻めたなぁ。94ヤード。94ヤード。合ってますかね？ん？距離計測るの苦手分野。いや、合ってんじゃん。え？ピン手前で、あれだから、合ってると思う。103。103。うん。これは、打ち勝って言ったら奥の方がいい。ピン手前だから奥目でもいいから乗せた方がいいよ。はい。何番ですか？9番で。で、ピンよりちょっと右目でいいと思う。はい。うめえ！あ！ナイスオン。え？うめえんだけど、普通に。え、普通に次バーディーパットなんだけど。いや、マネジメントのおかげです。
ベスト嘘ついてるでしょ。いやなんか今日ドッキリ企画だろこれ。カズプロさんドッキリ企画。リアルに今日緊張がいい方向に来てる。いや本当そうだと思うよ。ベスト更新ある。80代をまず安定して出すみたいなところが次のステップだもんね。うん、そうですね。うん、いやでも多分朝一の練習が効いてます。うんうん、ああいいんだよそれ無理に言わないで。今なんか台本感あったよ。なんかすごいテンプレートをされてる。朝一ちょっとカズプロがまあ教えた風なことをしたんだよね。はい、うん。まあ風なね。風な感じのこと言ったんだよね。戻ったなこれ。めっちゃ戻ったね。これ乗ってんの。さあカズプロ今ひらめいた。ひらめいた。よしクロスハンドで行ってみるわ。おーいいね。15ヤードぐらいかな。下で、はい、うん、マシ。いやマシでしょ全然。ナイスクロスで行こうかな。マシよ。覚えてる昨日の。あのチームオーダーメイドパターンズとの対戦ね。14ヤード。サイス君バーディーパット、はい、14ヤードゴー。あーでもいい転がりといいラインだった。まっすぐだった。距離残したね。最近のヤスはそういうの入れますからね。いやーさ、やっぱなんか消耗したくないみたいに思っちゃう時あるよね。これを入れるのって結構さ、メンタル消耗、ね、そうメンタル消耗するじゃん。さあラインこれでしょ。はい。だけどこれ入れたわけじゃないから、はい、下ってこうヤス君ぐらい離れちゃうと困るから、はい、この場合だからやっぱこのぐらい打った方がいい。はい。このやつ、うん、バーディーパット。バーディーパット。よっしゃ8歩。 OK。 あ、9歩。いいのよ、大体。うまい。よっしゃ。うん、オッケーだね。ナイスパー。ナイス。いや、このパーはでかいよ。でかいぞ。うん。このロングでパーってすごいな。すごい。2歩バーディーパット。ナイスバーディー。ナイスバーディー。はい、ありがとうございます。1.5 パーパット。ナイスパー。落ち着いて打てるようになったよね、リズムが。あ、そう。前以前ストロークがこうゆっくりゆったりになったから。本当。入ると思う。カツンってなんだから。うん、なんなくなった。ちょっと待って、もっと急いでた感じだったから。確かに。早く終わらせたいからさ。ふわーって感じ。ありがとう。いいよいいよ。打つんなよ。メインなんだから。うん、いいよ。打つんなよ。お披露目プレイだから今日は。カズちゃんパー。うん、ナイスパーです、うん。ナイスパー。いや、マジでかくない。いやいや、ね、自分ですんの。いや、ヤス君ナイスパー。俺やめて。いや、嫌でしょ、これ。嫌じゃない。嬉しいよ、ね。分かった、今。え、嬉しいです。嬉しいよね。まだ嬉しい。まだ嬉しいか。そうか、そうか。じゃあ、俺バーディーだね。ナイスバーディー。嬉しい。そうか。そうか。さあ、ということでね、次、12番。12番は、どういう感じですか。まあ、ややなんかトリッキーな雰囲気がある。まあ、ティーショットね、意外と嫌だ。この字でそう読むの？そう。この、いい？言って。いいよ。いや、違うんだ。違うんだ。あ、俺じゃない。大丈夫。まあ、いいよ。レイっていうね。あ、名前の話ですか？そう。え、はい、え？うん、いいの？全然いいです。大丈夫。はい。全員本名を明かしてるからいいか。いいよ。いたずらしないでください。何に対して？してこれでもめちゃくちゃ目立ち、この片田、このレイっていう字で、さと、これ合ってる？合ってます。合ってるよね。これで里井って読むんですよね。当て字みたいな。いや、でもね、あるんだ。あるある。めちゃくちゃ珍しいよ。珍しいね、野球少女なんで。はい、だから、その名前も。先に、関係ない。名前作るより先に野球始めた。もういるじゃん、なんか、球児とかさ。ね、あらもう野球選手になるしかないみたいな。確かに野球何年やってんだっけ。小学校1年生から。あ、長いね、ほんとね。高校ですね、ちゃんとやってたの。すごいじゃん。どこポジションは。セカンドです、うん、あ、ぽい、うん、しか言われたことないです、うん、ごめんまあ、ね、セカンドかショートだろうな。適色、うん、適色で、はい、ということで12番パー4、367。あ、これ左打たなきゃいけないんだ。なんだけど、まあ右でもいいんだけど、
バンカー入ってもまあ最悪いいんだけど、左の方がまあ理想。はい、ありがとうございます。教えてあげる、グレンのこと。グレンのことは何でも聞いて。グレンの覇者、うん、うわー、どの地だよ。ナイス。あそこでいいっす。バンカー行った？わかんないっす。けど。まああの辺だね。バンカーでもいいっすよね。バンカーでも全体で。ありがとうございます。行きます。終えた？終えなかった、悔しい。すいません。肉眼で、なんか、もう一応見といて、はい、その方向と自分を同じ方向に向けて、はい、ズームしてって、合わせるみたいな。はい。ズームしすぎないのがポイント。はい。やー。おっ！そうだよね、ここね、確かに。暫定打ちます。ボールなくなった。そうだね。子供か。まあ一応あれなんだけど。うん、多分打ってきます。ナイス。ナイショー。完璧ラインだ。これ完璧ライン。はい、ナイス。この辺りだと、はい、OK。 どうですか。ちょっと最初のやつが、あ、でもありそうだよね、うん、見つけられれば。新米カメラマン感がすごいのよ。素人が、うん、このド素人が、ド素人がこの、ね、そういうのを含めて成長していく感じが見れるんじゃないかと、カメラの成長も楽しみに。これ皆さん の、 あの反応とかあれを全部見て決める。あれですよ、里井ちゃんは呼び方と、ああそういうことね、すごいのなんかメンバーになっていくのかみたいなのが決まっていく、そう考えてます。ぜひ、ぜひ、よろしくお願いします。レディスティめっちゃ前やない？めっちゃ前。乗るやん。乗るじゃん。よし、いきなり、はい、ワンオンチャレンジホール来ました。そんどうした？どうした？なんか欲しいもんでもあった？なんかおねだりするような目で来たから。まあ攻めちゃっていいんじゃないですか？1打目なんで。え、何ですか？いや、多分まっすぐ打つと、うん、バンカーに。はい、持ち球的にバンカーなんですよね。バンカー苦手ですか？より寄せる、狙うまではできなくて、出はします。じゃあいいよ。いいですか？うん、全然いい。それ怖がって左と林とか行っちゃう方が問題だから、言っても次バンカーつったって2打目だからパー4の、ね、うん、3オンすればいいんだから。はい、気を楽に行こう。はい、オッケー。だいぶだいぶフェードしていこう。大丈夫だ。あのバンカーって行ってないでしょ。手前っぽい。当たり悪かったもんね。いいじゃん、全然いい。ナイスミスだよ。本当ですか、うん、テンション上げてこうぜ。はい。上げ方単純。いや、いいと思う。前向きに行こうぜ。はい。やばいやばい、俺らバカコンビになる。バカコンビになっちゃうから。もう初回でバレちゃう、バカなの。いや、いいんじゃない、それは。バカではないですね。明るくていいことでしょ。もうちょっと多分いっとんのかな。ない、もうちょい前じゃん。もうちょい前っしょ。いや、ありそうだけどな、これ。距離的にはちょうどこの辺だよ。うん。100っすね。へい。52度で。うわー、こっち飛んじゃったよ。いったん。あ、大丈夫。よし。この場合は横ですか？後ろですか？あ、基本はまあ後ろかな。はい。後ろって、そう。86ヤードなんで、56度でいきます。はい。1打目がね、やっぱちょっと見当たらなかったんで、これ4打目です。あ、短いか。あれ、ラフだね。あらら。少し右。俺、このバンカーの手前だと思ってるんですけど。あ、あった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 。ほら。めっちゃいいとこやん、ほら。でこれ腹から左狙ってたら左の林っていうからね。ああ体が反応するから人って、はい、嫌な方に避けようとして、あのバンカーを嫌がって。そうでしょ。はい、これはおそらく20ヤードぐらいですかね。いや、もちろんありますね。30ぐらい。58度で、はい、乗ればいいよ、乗れば。はい、あんまでラフ強いからね。はい、はい、ゴー。
うん。ナイスナイス。ナイスナイス。あれでいいあれでいい。で、2バットでパーだからね。はい。ありがとうございます。そこラフか。ピーチなんか難しいんです。うん。こっちからかなり難しい。5打目。はい。10ヤード。はい。60度ですか。うん、60度で。はい。うまい。うまい。入るぞ。よし。ナイスアプローチ。2つ。教えて。ナイスアプローチ。アプローチ教えてくれよ。いいやれ。いいよ。ナイス。ダブルボゲル。ダボ。はい。目飛び出そうになった。飛び出た？飛び出た。やばい、星忘れた。なんで？13歩。おい。バーディパット。おい。ゴー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 。オッケー。ナイスパー。さあ、何歩だった？おそらく9なんですけど、うん、おそらくね。ラインが全然わかりません。オッケー。もうまっすぐ。最後。はい。もうわかんないときはまっすぐだよね。チョイスはない。そしたら。左。はい。左カップいっぱいぐらいなんだけど、はい。いっぱいだから、この辺でいい。はい。さあ、バーディーパット。強い。攻めた。強いね。まあまあ。うん。ボギーでいいね。悪くて。3歩。はい。お腹鳴った。お腹鳴った。うまいぞ。入れ。うわー、惜しい。いけーな。うまいボギー。うん。一打つ。うん。いけ。うまい。あらら。まあでもナイスボギー。距離感はしょうがないね。うん。ありがとうございます。はい、ナイス。ナイスボギー。ということで、もういいよ。もうその拍手のくだりいいよ。うん。ということでね、第1話、そうだ。うん、あ、終わりだ。終了でございます。いや、ナイスプレーじゃない。ナイスプレー。ツーオーバーでしょ。うん、ということでね、まあ、さといちゃんの初登場回と。なんか洗ってるわ、クラブ。悔しい。悔しいなぁ。まあ、でもナイス、いや、ナイスボギーじゃない。ナイスボギーだよ。うん。ナイスボギー、ナイスボギー、ナイスボギー。ということで、さとちゃんの初登場会、まだまだ続きますんで。なんでやねん。いやいや。いるけ。いるけ。ということで、さとちゃんのね、初登場会、まだまだ続きますんで、ぜひ、最後までご覧ください。バイバイ。